全国健康保険協会、協会健保の広島支部、広島市とデータホライゾンは6種類以上の薬を服用する患者に、医師や薬剤師に相談するよう促す通知書を郵送する取り組みを始めた。対象者が2万人規模と全国でも珍しい事例で、医療費の削減につながるか検証する。データホライゾンがレセプト、診療報酬明細書から対象者を抽出して郵送した。患者は複数の医療機関を受診し、処方される薬をそれぞれ受け取る結果、同じ薬や効果。